どうも皆さんこんにちは、バキュンバキュンのレジ君です。ということで今日からウィンターフェストが開催されたということでね、懐かしいアイテムが返ってきたり、毎日無料でもらえるプレゼントがあったりということで、この動画で全部わかりやすく説明していきたいと思います。では行く。はい、ということでまずはみんな気になるのこれだよね。無料でもらえるプレゼント、これ簡単です。まずは右上 VBUCKS の右の欄に、これわかるかな、ズームして雪の結晶がありますね。これを押すとこんな感じでね、ウィンターフェストプレゼントロッチを訪れる。懐かしい、こんなの昔もあったよな。僕は毎年フォートナイトでクリスマスを感じてるからな。はい、てな感じでこんな感じです。14日間毎日もらえる無料のプレゼントを開封し、スーパーチャージ XP に備えてユーロログで体を温めておこう。了解です。てな感じで見てください、プレゼントが、あ、ダメ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 、シェイクできんだよね。いやーこれマジワクワクするよな。フレッシュオーラとかフィッシュスティックとか差出人が書いてあるね、かわいいな。でね、14個あるんですけど、まだねこれ一番でかいやつ、多分スキンが入ってると思うんですけど、まだ開けられないんだよね。これはもしかしてマップの雪解けとともに開けられるようになるのかもしれない。で本当に中身全部バラバラなんで、みんなが選んだものによって出てくるものが違います。まあどれ選んでも結局全部ゲットできるんで、僕はもう本当にねワクワクを楽しみたいと思います。中身は開けてからのお楽しみ。これリンリンなるぞ。これちょっと誰か開けてみてくれ、中身は書かないでくれ。ということで僕ねもう決めてるんですよね、これですね。これ絶対マトリックスでしょ。今日ね日本で公開日なんで、マトリックスこれちょっと開けたいと思います。早速見たくない人はまだ見ない方がいいかもしれない。ということでカモンヌマトリックスだろ絶対に。何が出てきた。お、レジェ君バキュンバキュン、うわマジマジ、こんなグライダー無料でもらえんの。うわーすげー、本当にマトリックスだ、ありがとうございます。てな感じでね、ロッチの中にも出てきた。これどんどん豪華になってくんじゃないのってね、ウィンターフェストの特徴全部豪華なんだよな。てな感じでね、毎日一つは絶対に開けるようにしてください。開けれない日があっても大丈夫です。1月6日までにね全部開けておけばもう大丈夫なんで、1日2日3日4日ログインできなくても最後にまとめて開ける。僕25日まで全部取っておこうかな。てな感じで開け方は君次第です。なんか出てきたんだけど、ちなみにこのロッチめちゃくちゃ作り込まれてて、こういう金庫があって、これ開くのか、あ開いた、なんかいるぞとか、この雪玉とかなんかいろいろあるんでね、本当にいろんな仕掛けを楽しんでください。それともう一つウィンターフェストのイベントクエストがあって、こちらですね。これね毎日追加されてクリアするたびに経験値もらえて、10個クリアすると、見てこれラマのなんかバッグかな、めっちゃ可愛い。7個のやつはなんだこれ、グライダー気になりますね。これ毎日ね僕攻略動画出すんで、よかったら今のうちにチャンネル登録至急お願いいたします。さあということで、ここからはバトルロワイヤルに追加された4つのアイテムですね。見てください、もうバスも可愛い飾り付けだ。上にはサンタがいます。めちゃくちゃいい BGM、 終点まで行っちゃいそうで危ない危ない。ということで早速見に行きましょうか。グライダー早速見ていいですか。いきますよ。はあマトリックスじゃん。めっちゃ怖くないこれ、超でかいのわかるかな。なんか前もなんかあれもらったよね、スターウォーズのやつ。お、チラーグレネードあるやんけ、懐かしいね。こちらのアイテムは投げるとこんな感じで、雪足が凍るんですよ。これスライディングしたらやばくね。うおほほほ、速くなってんのかな、多分速くなってんのかな。坂道&チラーグレネード行こうか。行きますよ、チラーグレネードからの坂道スライディング、うーん速くなってんのかな。おい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 、こんなところニワトリいるやんけ、ニワトリチラーグレネードファイヤー。あ、何が起こったか分かってないみたい。うわすごい、なんかマップ中にクリスマス仕様になってない、元からだっけ、なってなかったよねこんなの。マップもちょいちょい変わってんね。おお見てください、スニーキースノーマンドも来てるやん。っていうかマップの至るところにあるやん。え、これ誰か入ってる、びっくりした。タイヤが凍ってる。ってな感じで、これはですね投げるとこんな感じで雪だるまの分身が出てきて入ることができますね。でしゃがむともう分かんないよこれ、揺れないからね。なんといってもからのね、これ確か殴ってあれ塊にできなかったっけ。でこのアイテムはね5個まず投げれるでしょ、5個投げれて、で無限なんだよね。ちょっと左下見たら分かるかな、見てください、くるくるくるとまたまた5個集まります。初めての人に向けて説明しております。なんでね仲間と一緒にのこの中に入って敵が来たら行くぞみんな撃てってやるのも
懐かしいな、そんなこともやってたな。そんな感じの面白いアイテムです。そして見てくれ、救援物資見て、完全になんかもうギフト仕様、プレゼントや中身とか変わってんのか。待って、開けたくなかった。見た目可愛かったな、今めちゃくちゃ。中身はそんな変わってない？なんか気持ち多くないか。さあ、そして3つ目に返ってきたアイテム、こちらですね。ホリデープレゼント、もうみんな知ってるよね。このアイテムはね、フロア脇限定です。フロア脇限定で、投げるとこんな感じでね、プレゼントボックスが出てくるんで、これを開けてください。この音好きなんだよなーってな感じで、中へ入ると金武器確定なのかな。なんかいい武器しか出てこないよね。からの回復2つ、やばすぎんだろ。お返しは雪だるまです。元気で暮らせよな。おー、また見つけた。これ真下に投げるとね、最初から壊す必要ないからね、初動とかおすすめ。レンジャーサルとかサブマシンガンとかの方が嬉しいよな。敵にチラーグレネードを投げて、アンチ外に吹っ飛ばす。さようなら、いってらっしゃい。全然ダメだった。結構使い道むずいよな。かかってこいや、かかってこいや。閉じ込むよって、ここにスノーマンドをつけてる状態、食らえませんからね。ちなみに来い。おお、出たー、スノーボールランチャー、こちらですね。かわいいかわいい仲間が戦ってるからな。ここか。うわ、55ダメージ、強いな。ということで、ダメージ55の6発打てるのか、からの速着だよね。速着ダメージですね。うわー、なんかすごい倒し方した今俺。うわ、めちゃくちゃ軍団いる、撃ちまくる。気持ちいいぞこれは絶対に。はい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 。うわー、素敵ですね。建築とかどんな感じで壊れるんだろうな。ちょっと一回やってみようか。まずは木の建築からいこうか。木の建築、はい。おお、結構もボロいですね。やべ、レンガまで壊れちゃったな。レンガの建築、はい。あー、鉄はびくともしない。1発、2発、3発か。4発だ、4発か。結構当てるの難しいな。意外と飛ばない。飛びそうで飛ばなそうで飛ぶんだよな。飛びそうで飛ばなそうで、飛びそうで飛ばなそうで飛ぶ。おー、むずい。てな感じで、バトロワに追加された4つのアイテムは以上ですね。めちゃくちゃこれかわいい。開けたくなっちゃいますね。お気に入りのウィンターアイテムをぜひ探してみてください。お次は無料のアイテムショップのアイテムなんですけども、これ PC 限定ですね。エピックゲームズで起動してアイテムショップ行ったら、これブリザベルが無料でもらえます。ありがとうございます。いただきました。すげえな、これが無料か。家にパソコンがある人はぜひログインしてやってみてください。アイテムショップだけならどのパソコンでもいけると思います。まだまだ報酬ありますよ。4つの報酬があるんですけど、このウィンターフェストって書いてあるこのクリエイティブ、これを全部で合わせて2時間、1つ2時間でも大丈夫ですよ。このタブにあるやつどれか2時間、1時間1時間30分30分30分、とりあえず2時間以上プレイすると、スプレーだったりエモートアイコンだったりバナーだったりがもらえます。4つもらえます。ちょっと今から2時間だとね、時間が遅れちゃうんでミスらなくて申し訳ないんですけど、とりあえずこのタブね、タブのウィンターフェストから2時間どれか放置、あ、いかん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 、楽しんでください。そしてちょっとね、ウィンターフェストとは関係ないんですけど、クリエイティブに全てのミシック武器が整いました。タイマン上もね、見てください、アップデートしましたよ。綺麗だろ、もう全部ミシックにしました。なんかね、チャージショットガンね、アイテムいらなかったんで、この宝箱から出るようにしてます。ということで、ありがとね、みんな。めちゃくちゃみんなプレイしてくれてるからな。3日で10万人くらい遊んでくれたんで、ちょっとこれからもね、冬休みに向けてガンガン真の最強を決めてください。俺は何を言ってるんだ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ウィンターフェスト開幕ということでね、1年で一番好きだわこの季節が。あ、やべ、俺そういえば今日のクエストやってなかったね。ちょっとこの動画でついでにやっちゃいますね。コージーロッチにあるユールログで体を温める、はいはいはい、コージーロッチ、ここですね。ロッチに行って、焚き火、焚き火ですね。ユーログ、ここに行ったら温まります。クリアです。そしてね、見てくださいよこれ、 XP が無限なんですよね。行きますよ、ずっと眺めてますよ。ほら、またもらった。ほら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 、来たー。これずっと眺めてたらどうなるんでしょうか。暇な人やってみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。今年も残りわずか、最後までガンガン突っ走っていくんで、チャンネル登録しくよろお願いいたします。
楽しんでくれ。さようなら。